マリア・クリスティーノ・シフエンテス・クエンカスは、スペイン・マドリード出身の政治家。国民党所属。2012年1月16日から2015年4月13日まで、マドリード州の政府代表を務めた。2015年6月24日から2018年4月25日まで、マドリード州首相を務めた。 2009年のシフエンテス1964年7月1日にマドリードに生まれた。父親はガリシア地方のアコルーニャ出身の軍人であり、母親はガリシア地方のオーレンセ出身の主婦である。クリスティーナは8人兄弟姉妹の7番目だった。16歳だった1980年、後に国民党となる国民同盟の党員となった。 マドリード・コンプルテンセ大学で法学を学んだ。1987年には国民同盟から1987年、欧州議会議員選挙に出馬したが、国民同盟の立候補名簿60人中57番目という回だったため落選した。1991年には国民党からマドリード州議会議員選挙に出馬し、26歳の若さで当選した。 1994年には1994年、欧州議会議員選挙に出馬したが、国民党の立候補名簿64人中60番目という、会だったため落選した。1995年には、マドリード州議会議員選挙で2選を果たし、1999年には3選、2003年には4選、2007年には5選、2011年には6選を果たした。 2018年の国民党全国大会におけるシフエンテス2012年1月16日から2015年4月13日にはマドリード州の政府代表を務めた。2013年にはマドリードでバイクを運転中に交通事故に遭い、約1ヶ月もの間昏睡状態にあった。2015年のマドリード州議会議員選挙には国民党の立候補名簿筆頭で出馬し、 マドリード州首相候補として7000を果たした。国民党が129議席中48議席を獲得して第一党となると、シフエンテスは首相指名投票でシウダガノスからの指示も受けて、過半数の票を獲得し、第5代マドリード州首相に就任した。2018年3月21日、フアンカルロス大大学の修士号を不正に取得したとの疑いがかけられ、 4月5日にはこの疑惑の司法調査が開始された。4月17日には、不安カルロス大大学の学長に対して謝罪文を送付し、終止号の破棄を表明した。なお、この案件では、不安カルロス大大学の広報研究所副所長が個人的な理由により辞任している。2018年4月下旬には、2011年5月に、 スーパーマーケットで40ドル相当のアンチエイジングクリームを万引きして警備員に呼び止められているビデオが暴露された。収支後不正取得疑惑と万引き疑惑の最中の4月25日、シフエンテスはマドリード州首相を辞任した。公認のマドリード州首相には国民党のアンヘルガリードが就任している。4月28日には 国民党マドリード州支部長の座を辞任した。5月8日にはマドリード州議会議員の座も辞任し、政界からの引退を表明した。ありがとうございます。